かちゃん、はいじみー、やっほ、やっほー、もち、そうそうそう、めっちゃ山にいるよ、おさまみずきさん、やっほー、ありがとう、今日ここ漏れます。ワンダー、やっほー、ワンワンダー、ワンワンワンダー、なんか明日、そうだよね、明日だよね。明日のさ、2本目はいないってこと？ 1 本目だけいるっていうこと？待ってるよ。キッチン30に行くって言ってたよね、確か。なんか訪問入れてくれした。フィフム係なんですよ、顔、今日髪フィフム係なんですよ。フィフムで、みんなだ、みんないるよ、みんないるよ、ありがとう。私はそんなの聞かない。なんか大事って言わせるやつもいるから。塾の先生止めてほしい。止めてほしいみたいな感じ。わかりました。こんにちは。今日の内は動画がいい。動画がおすすめ。動画が楽しくて好き。やばやば、羨ましいだろ。緊張しちゃう、これこれ緊張しちゃう。かわいいですね。めっちゃいい匂いします。いい匂いしますよね。いい匂いする人が来た。いい匂いします。いい匂いです。こんな近くで嗅いでるんで楽しいです。ふとした瞬間に嗅いでます。恥ずかしい、今日違う匂いだから。確かにいつもよりちょっと甘い気がします。いつも嗅いでるから違いが分かるって、ね、違いが分かるもんなで。恥ずかしい、困ってる。混んではいないかな。比較的空いてます。続き映ってね。はい、ちょっと映っちゃって。映ってます。あ、かわいい。かわいい。ありがとうございます。これで今アイランドスポット撮ってて、あの、追加撮って。え、外にいるように見える。真っ白。うちの人もですね。妖怪です、妖怪です。アリーちゃん
内だけど、なんか野外なんだけど物販は室内で外が見えるから明るいねって感じです。オンライン、以来やってないから、マイカさんフィルターは何を知りたいの？そう。そういうことね。そうそう。何使うの？何がくっきりな、結構なんかあのぼやっこうかみたいな。高画質ってこと？そうです、高画質。高画質にされたら困る。そう、私もちょっとなんかこの辺がちょっとみたいな、そう、事情みたいな。NC だよ。それちょっとか。じゃあ、やりますよ。
紙フィフムなんだけどすごい大公開だね。そう、この人がゆうきちゃんって言って、でこの人がたかきちゃんって言ったそこにいるのがえいちゃん、えいちゃんって言った見なかった、すごいね、なんか写真スタジオみたい、あ、かわいいね、あ、そう知ってるよ、近くに、かわいい、でもね、これさ、ここにさ、つけてさ、今耳の裏にずっとぶささってんだ、なんでしょっぱいぶささって、痛そう、立ってて刺してる、何？パチパカブ。パチ。リサにやってもらえばいいよ。あいたがれ。発狂。腕が大きくてだからこっちあいたがれ。だから今日起きるかもね。私いつも起きてもね。何があったの？三人でキモがってたの。クリスマスツリー見てます、しおりさん。なんかでも、しおりさんと出会ってクリスマスというものが改めて素晴らしいことに気づいた。あー、気づけ気づけ、気づいた。クリスマスってのは素晴らしいです。こっちやー、もういいよ。そう、嬉しいよ。みんなが30年後とかにおばあちゃんになって、ふとクリスマスになったらしおりのことを思い出すのが夢、ね。そうだよ。なんか可愛かった女がおったわね。あれなんだっけ、あ、藤崎しおりか。そのね、あのアイドルからの発売も見たらみんな思い出せて、かわいくそれ毎年じゃない、急にあ、クリスマス、あ、勝利聞いたわね、どうにも呼ぶよ、バイバイ、あこいつの何事でクッキーを食うの
怖くない。あれ、タイマーチャンネルが結構入れてる感じですか。これなんか、これってロスが絶対ないの。あ、これエブリシングブロック、これ使えないよ。みんな壊れてる。そう、なんかね、めっちゃゆっくりやると無線だって。そうなんだよ。で、私こういうのね、苦手なんですよ。あーってやつ、もう一回進んじゃうから踏みね、体感で寒なければ海さんが気合いで、体感、体感バッテリー崩してるちょっと咀嚼音するだけ今のなんか切り戻しなんだその私なんかすごい嫌やすごい嫌ありがとうございます。すごいですよね。すごい嫌ハンプにしております。どちらかというと被害者キャンプ場です。あった、どちらかというと被害者キャンプ場。ここはキャンプ場でございますよ。ここまでもうそばに山梨県ですよ。ここはい、頑張ったな、だから山梨、はい、軽く怖いキャンプ。そうしたらテリーさんかわいそうだな。髪あ、マイクさんで来ます。ちょっともうそばから軽くさん、これってなーだかー、軽く落ちたら待ってね。あの TikTok のあれ頭から乗るかも。かわいい。カナへ動画と落書きよろしく。動画カナにプレゼントで、なんでかはリコーラ見ればわかる。とったのもめっちゃかわいい。ありさっちゃんかわいい。バーベルさん受付すぐご案内できます。これどうしたの。あんたあんたやっぱり目立ってきてる。染めたい、染め直したい。こっちまたのサプライズ。どういうこと。犬みたいっすね。おりゃーさっき見たときに犬かわいいんだから、一口で食べちゃって。確かにパクリパクリパクリ一体は本当に教えてる。はい、ありがとうございます。
今日はブルーアイ。ブルーアイ、わ、かわいい。いやー、これ似合わないの、アリめちゃくちゃ。ブルーのコンタクトすごい、使えないしないよ。もうね、買わないと思って。気をつけチャンネル気をつけチャンネルかな。おつ、アリちゃん、やっほー、ヨウヘイ。こんにちは、みなとりまです。ゆなぎです。こんにちは、みなとりまです。りママって呼んでね。大丈夫そう、私で。あーさーまよだきだがなら役分けもしっかりしてリマさんといえば、でも私はね、シガレジャパン一番最初にやったのがずっと朝まだけだ。オーディションをしたから2枚ください。バイバイ。誰かかなさんと変わるわ。最初にやったの朝から。おめでとうなんだよ。何がめでたいの？今日は何がめでたい日？何の日？これからもよろしくね。なんかやめるんか。やめちまうんか。なんだ。何の誕生日なんだろうこれ。これ何？何があれなんだろう。何のおめでとう？あれだよ。あの毎日配信。30日。まだ30日。誰かが。なんか今なんか気まずい雰囲気流れた。30日今ってことみたいな。30日ごときで出るのね、これ。なんか30日、100日とかじゃなかった？うん。今日は30日なの？私今ね、自分個人550日なの。すごい。でもやめちゃった、毎日配信。チケットができた瞬間、必要ですか？かわいい衣装。ねえ、絶対こぼす。やばいいな、ああいうのみたい。
私も内丸さんのその笑い方好きですし よいしょっと、これ失礼します。お願いします。よっ、顔で生活していきたいわ。かわいい。なぜひオンラインなクイズとかゲットしたいな。なんで今日2個にしたの？1個にしようとしたんだけど、
個チケットだから2個チケット。あ、そうなんだ、いいじゃん、お揃いじゃん。あと、はなかっぱなの。はなかっぱだ。なんでひまわりが咲いちゃったの？ひまわりすげーって思ったから。ひまわりの気分だったんだ。ちょうどいいね、天気いいしね。実はひまわり大好き。そうなんだ。ねえ、壊した壊した。ピュピュピュって言った。今日もこもこちゃん、一週間ぶりのライブは楽しかったです。かわいい。アイラに咲いてるのがいいよね。かわいい。アイラもね、ひまわり咲かせられる天才じゃん。いいでしょ。まわり花咲かせられるの、アイコ、アイラ。アイラだからね。確かにね。でも桜じゃないんだね。うん、ひまわり好きだから。ちょっと言おうか。うんうん、母さんが出ます。うん、いただいた以上は。あとね、あとね、さくちゃん。もう、こちゃん、こんにちは。体調大丈夫？ご心配おかけしました。にゃん、にゃんにゃんだよ。もう元気だよ、にゃん。ん？お、そうなの？はーい、オッケー。もらう、ありがとう。あ、おすす。鈴木ちゃん。あ、いいね。横があるからいい。分かった。壊した。壊した。ちょっと。可愛いピオちゃんみたいな感じで。あ、うん。ね。ささん。まあそれで決まるよね。あの、さすがにかもしれない。誰か配信を聞いて、あ、おさす。あ、赤ちゃんできちゃうよ。